ついにやってきましたー。いよいよ初開催となります。第1回、カマワングランプリ。本日司会を務めさせていただく霊夢よ。この大会では、視聴者様が描いてくれた、お釜主たちの絵、それのグランプリを、審査員の独断と偏見で決める大会、送ってくれた皆様、誠にありがとうなのです。では、審査員の方にお話を伺っていきましょう。審査員席の皆さん。やっと議員になったんです。あ、失礼、中継先間違えた。ですから、何度も申し上げてるように、早く結婚したらどうだ。余計なお世話だよ。あら、ここも違う。じゃあこれかしら。アコアコ細胞は、あります。僕は死にません。あ、ここよ、ここ。久しぶりに、ダメよ、ダメ思い出した。審査員の7名の皆様です。豊姫さん、ついに待ち望んだこの日がやってきました。待ってないっす。英気さん、本日の意気込みは、お釜主ちゃん見すぎて、夜うなされないか心配です。高橋、どう？お釜には目覚めた？目覚めてません。ゆうぎちゃん、今日はどんなお釜に期待しますか？ノーコメントで。マリサ、あなたにとってお釜とは？ノーコメントで。じゃあニトリちゃんは？宇宙。意味深な発言。最後主ちゃん、ズバリ、審査のポイントは？美しさ。それじゃあ第1回カマワングランプリ、開催いたします。まずはこちら、なんとも言えない表情のカマニトリン。ニトリ、嬉しい。目が、一瞬納豆のパッケージかと思ったわ。確かに、結構似てる。じゃあどんどん行くんで、みんな採点しといてね。了解です。紫ワンピースが見事にマッチ。全身の毛が、ヒゲポイント、加算よ。今日はこんな感じで続いていくのか、先が思いやられる。採点の基準か、わかりません。いやー。主チャンネル男子チーム、両方かまっちゃいました。手心の無駄遣い。地声のギャップが。おお、なんか字的に結構幼そうだけど、それでこの画力？ちなみにバリバリ大人、主チャンの画力です。は、恥ずかしい。なんと、おかま主チャンの写真集が、いらねえ。これも毛深い。あら、可愛らしい。初回購入特典、生写真付き。セクシーも背もりもない。AKB の次はこれで決まり、OKM、おかまーず。強烈です。世界初、ヒゲアイドル。センター、虫だぜ。デビュー曲は、裸足でかまー。かまーな。てか AKB じゃない。これで5作品のエントリーが終了。ここでちょっとおめめ休めタイム。あ、私。かわいい。この時間とって正解。動画通しておかまはいろいろきついもんね。卒業式の時の私たち。なんだか、心がほっこりしました。そしてかわいい霊夢ちゃん。すげー。絵心ないから技法とかわからんが、なんかすごい。何で描いてるんだろうね。こんな癒し系も。芋星人、本当に、こうやって描いてくださってありがたい限りです。数が多いので、全部紹介できないのは本当にごめんなさい。ニトリにかつい。今回ニトリたくさん。右はとっても可愛らしいわね。右の右下がとっても可愛らしいわね。可愛らしいな。ゆびー。すげー、この絵心が欲しいでござる。どうやったらこんなん描けるんだ。それではそろそろ、カマワングランプリ後半戦。また納豆来たー。さっきよりそっくりだろ。新発売、カマ主納豆よ。美肌効果抜群。スーパーで見ても、絶対カゴに入れない。エントリーナンバー7、主ちゃんとニトリちゃんのツーショット。右は素直に可愛い。なぜニトリが今回多いのか、実は前回落書き大会の時に、変えてってお願いしてたの、めっちゃ嬉しいです。ニトリちゃん良かったですね。そして左、口周りだけ顔色悪いぞ。これも画力半端ない。リアルなヒゲの描写、これはポイント高いわ。美少女戦士、カマ主ムーンよ。ふふ。好きに変わってお仕置きよ。ある意味最強。いやー、これは審査のような。私は可愛いじゃない。やっとみんな共通して、おけけが。あ、やべ、間違えた。でしょうね。こっちこっち、カマニトリン。なぜだろう、虫との差が。ちょっと可愛いもんな。ニトリの振りじゃー。いやー、今回も盛りだくさんね。ジモイもうめー。
あら、そっくり。私だったら、こんなにうまく描けたら絶対別のもの描く。それね。本当に、こうやってわざわざ描いて送ってくれる方々がいて、我々は幸せです。それでは次でラスト。あら、おかまりさ。では、キゲと胸毛どうにかせんかー。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか ?7 名による審査が終了しました。それでは、栄えあるグランプリの発表です。発表いたします。第1回全日本美少女コンテスト、優勝は霊夢ちゃんだー。じゃあボケはこのぐらいで、第1回、かまわんグランプリ、優勝はこちらの1枚に決定しました。本当にどれも最高でした。皆様の中での1位はどれでしたか?それでは、第2回は開催不明ですが、またどこかでお会いしましょう。やめんかー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、ペンペンペーン。にゃーお。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。